どうも、くっそお金が減りました。ボンタスです。7月30日終わりね、日経平均、27,283円。1ヶ月で1500円下げの毎日より点を割った。ちなみに年初来安値は1月6日の27,002円。日経オワコン。日本株やってるやつ負け組確定。もう日本株なんて進められません。ダウは史上最高値を連日更新しまくり。マザーズもゴミ。やっべえぞ。7月のドル円は高値 111.67 から安値 109.06 円まで。日本沈没。とりあえず今回も投資結果報告やっていきます。それでは損切りワースト5から。5位、ステムセル研究所マイナス1万114円。リボのデイトレでやられ。4位、明宝エンタープライズマイナス13,241円。踏み上げ狙おうとしたらすでに売り金でした。3位、ブルエメメマイナス13,676円。これもエコ試合のせいもあるが無限に下げてる。2位、東宝マイナス26,561円。決算でより点かと思いきや空売りも多かったし、アホが多くて上げてきた。今下げてるけどな。日本株をワコン。1位、フェローテックホールディングスマイナス42,873円。プライム移行期待で買ったのが運の月。急に試合悪くなって無限下げ。半導体は当分買いません。次は利確ベスト5一気回す。5位、イブポートプラス13,603円。リズム上げで空売りで即利確。4位、ジムドクプラス16,035円。信用期限してなんとか利確。ロールオーバーしようかと思ったけど見送り。3位、エーザイプラス21,050円。空売りして2000円以上踏み上げられてからの期間。利確してからどんどん下げてるけどな。クソが。2位、デザインワン、ジャパン、プラス25,323円。決算で空売りした。これも捨てたら爆益だったられば。1位、ラキング、プラス36,560円。これもエポで数回すけ。リスクも高いけどエポ専門で勉強した方が効率いいかもな。コロナは収まる気配ないし、あと何年続くのやら。ただアメリカは早くも私の案を取り入れた。ワクチン接種で客ずり配合政府職員にも要請。日本はゴミダースだからなぁ。てか日本にバブル期待すんのやめやめ。ご清聴ありがとうございました。
ダブルオーライザー、先行して敵を叩く。トランザル